最盛期の用事1つ、次の日が2つ、それから金曜日はちょっと別の用事でということで、こ,今週この週もですね、えー、まあ、6つとかなんかやってますね。こうやって見ますと、立ち上げのこの2月なんかも、結構活動してるなって気がしましたね。あの、この頃僕、退院後、1ヶ月経ったとこなんで、ちょっと苦しかったことは苦しかったけども、やりがいはあったんですね。みんなも一生懸命やりましたしね、とにかくみんなで作ろうやってことだったんですね。 えー、次の、あの、週は結構頑張ってますね。えー、それで、まあ、いろいろ、行事をやっております。ただ、私が、さんまさんのですね、フジテレビのさんまさんの出演をしたのが、この週が最後ですかね。12日に、えー、確か、この、この週か、この次に1回ぐらいやってますけど、まあだい、だいぶ、その、そういった、まあ、虎のももこの頃、亡くなってですね、 結局、あの、今までやってた活動をどん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 縮小して、それを参成党に変えて、あの、活動するというふうにしてたんですね。まあ、私としても、まあ、大きな転換でしたから、えー、頑張ってやっておりますね。えー、この週も佐野さ,さんの、あの、収録なんかのことが載ってると懐かしいですね。それで次の週は今度は結構ありますね。えー、この週は、百田さんの記者会見でこれなんか喋ったんですかね。 それから名古屋で二つばかりそういう活動をしてですね。これは私の近親者っていうかそういう人にも説明しなきゃいけないんですからね。それやったり。それからいつもこの頃から始まったのが木曜日ね。21時かなこれ。19時ですか ?19 時から賛成党のつまり、いつも集まってズームで打ち合わせしてたんですよ。非常に厳密にいろいろね、計画をしておりました。えー、それで、そういうことをやってた州ですね。 まあ、この頃はその百田さんにしても、それからまあ名古屋の知り合いのね、のグループとか、それからこういう党内でもズームって全く準備の期間ですよね。これやらないと立ち上がれませんからね。みんなまず賛成党って何ですか <laughs> 入らなきゃいけない時期ですからね。まあ活動し始めて1ヶ月半。まあ毎日毎日賛成党の準備活動をしておりますね。 この頃、ちょっと不思議なのはねそ、その頃全然そう思わなかったんですよ。ゴレンジャーを中心に、参政党の事務の方とかね、そういう人が数名おりまして。それで、まあ少しずつ少しずつ地方のですね、候補者なんかも揃ってまいりましてね。だけど、今、この全然僕は <laughs> くだらないこと言おうと思ってるんじゃないですよ。だけど、まあ攻撃もされるんで、ちょっと言っとかなきゃいけないんですが、その頃はですね、参政党に今いる人たちね、 いわゆる事務方とか本部っていう人たちは、神谷さん以外はいなかったように思いますよ。<laughs> 僕らゴレンジャーと、それから事務の人が2、3人と、っていうんで、この準備をずっとやってたんですね。このことは参議院議員選挙まで続きます。今の本部の人たち、いつから来たかよくわかんないうちに、少しずつ少しずつ、なんか神谷さんの仲間だけが入ってきてですね、こういう公共性がなくなっちゃったんですよ。 あの、政党ってのはね、公共性が必要なんですよ。もちろん当たり前だから、参政党みたいに全国規模でしょそれで、まあ今、参政党、政党助,助成金もらってますけどね。政党助成金の規定にね、民主的じゃなくっちゃもらえないんですよ。あの、政党の運営が民主的じゃないとダメなんですよ。独裁なんつうのはね、あの、神谷さん参政党を独裁にしたって言ってますけど。だったら、政党助成金を断らなきゃいけないんですよ。これはあの、ちゃんと、 政党助成金のね、あの法律読めばちゃんと書いてありますよね。もちろんあの、そんな法律読めなくたってね、公共性のあるものってのは日本では民主主義的なものではなくっちゃ公共性がないんですよ。えー、それはね、この頃なんか、あ評判になってるモーター、車のね、修理の工場だとか、なんかそういうのありますよね、時々。そういうのはまあ、パワハラで休団されるか、公的な取引から排除されるか、どっちかなんですね。 ですから、神谷さんがなんか、私は独裁を達成したらなんて言ってますけど、独裁を達成したら公的なことはできないんです。公的なことはやっぱりね、この時期の、まあこれ3月ですかね。このように、しょっちゅうこう打ち合わせをしながら打ち合わせてみんなの合意を取って、そして周辺にもそのことを言って、そしてスタートすると。スタートするっちいうか、その組織を運用すると。まあいう形式でやってますね。もちろんそれは当たり前ですけどね。 それで次の週になりますと、また意識改革大学の講義僕やりましてね。それからいろいろなことをやっておりますね。ズームはもちろん毎週やってて、松田先生の、との,日あの対談なんかも連続してやってましたね。この頃は。それからこれで初めてちょっと遠方に行くんですよ。この週ね、っていうのは20日の週ですけど、まあ、年度末ですね。えっと、札幌に行ってますね、これ。あ、これ札幌が札幌に行ってますね。 札幌行って一泊、札幌はどうしても一泊になっちゃうんですけど、一泊して、次の日の土曜日。まあ、土曜日にね、ほとんどのものが入ったんで、まあちょっとあのー、サマの本までっか、なんかはですね、土曜日収録なもんですから、まあこの辺からもうほとんど出れなくなったし、やっぱり札幌は札幌で準備してますからね。やっぱり行かなきゃいけないってことなんですね。まあ週にだいたい5つぐらい行動してますとね、まあ旅費だとかなんとか必要なんで、まあ、まあそういうものを、 いただきながらね、活動してたと。三政所で札幌から東京にト,トンボ帰りしてきまして、この日、この日は、あ3月に27日はですね、えー、日曜ホールで、東京の日曜ホールで、あの、大きな公演をですね、私やりました。札幌が来てですね。それから関連のものがですね、えー、と、この週の火曜日、それから水曜日の30日は、これは麻布台の ビルでですね、記録映画作ったり、それからあの頃ものすごく大変でしたよ。これ赤尾さんとかね、それからいろんな方と、お新潟の人かななんかもあのつ、次々と地方の候補者が出てきますから。まあ、その人と僕話したりね。これはあの、資格要件みたいなものは神谷さんの方でやっておりましてね。僕の方は参政党の意味とか、それからその人がどういう考え方かとか、いうことをですね、話し合って、 まあ30分ぐらいですけどね、一人。話し合って、ずっと候補者を選んできたという結果がありますね。まあその後、新潟はすごく揉めましたんでね、訴訟にもなって、な,なんか変なことになっちゃってるんですけどね。それで次の日は参政党の幹部の、ズームの打ち合わせね。今の幹部の人は一人もいませんよ。全然姿、<laughs> 関係も姿もありませんでした。それから、その後は何ですかね、この週は。まあいろいろなことがあって。まあこの週は札幌から帰ってきて東京で講演したり、